どうも、小焼きブイログでございます。本日はですね、ゲストに早瀬さんが来てくださっているんですけども、ちょっとですね、まあ、サムネやタイトルにもありますように、皆さんにどうしても直接説明しなければいけないことが、まあ、あるなと思っていて、今日動画を回しております。今動画を回しているのはですね、7月の21日金曜日となりまして、ちょうど、ZEPナンバーの公演から1週間が経ったところでございます。1週間前の今頃と言いますと、ちょうどリハーサルをしていながらですね、早瀬さんと一緒に、他の都市伝説 YouTuber さんたちと一緒に、小安タネとアリスの、リハーサルをしてた頃で、ありますね。そんな中ですね、僕自身も小安タネとアリスに関して、普段 YouTube で話せない内容を話すということでね、売りでやっていますもので、なるべく、僕も一視聴者の立場として他のテラーの方のですね都市伝説を楽しみにしているので、基本他の人の原稿を見ないようにしてるんですね。他の方がですねどういう話をされるのかっていうのを事前に一応スタッフがですね確認をするんですけども、それはあくまでも他の方とその内容があまりにも被りすぎないようにチェックしてるので、内容がいいか悪いかっていうのはあんまりそういうところで判断しているものではございません。ただですね、それがちょっとあだという言い方があれなんですけども、ちょっとですねトラブルが起きてしまいまして、なんとですね、私も早瀬さんのターンの時にですね、一部ちょっと体調のね、優れなくなる方が出てしまいました。それについてですね、ご本人様からちょっと説明をしたいということで今日来ていただいてるんですけど、ちょっとよろしくお願いします。ちょっとまずは、はい、ご迷惑を、はい、おかけしましたということで、はい、本来やったらその僕からね、小焼きさんにそのすいませんでしたと連絡すべきなんですけど、あの日は皆さんもですけど、はい、僕も参っていて、はい、なんせそのあの終わりでうちの、まあ、夫婦で行ってたんですけど、うん、奥さんに2時間いや3時間叱られていて、はい、大人が前日から良くなかったよっていう、当日じゃなくてみたいな感じから前日から良くなかったよっていうあ、なるほど、はい、ずっと叱られていて、うん、いろいろあって、はい、ちょうどその叱りが一旦休憩に入ったぐらいで、はい、小ヤッキーさんから大丈夫ですかみたいな連絡いただいて、はいはい、いやいや本当はこっちからしなきゃいけないのに、はい、ほんまに優しい人やなと思って、じゃあ許してくれっかと思ってなんかあれから実は一度も考えてなくて今日のことなるほど。本当に僕結構迷惑かけてますけど、うん、優しいのでいつも許してくださっている。ただそのあの日はちょっと変でしたね。その当然僕らのお客さんとも違うので、うん、小ヤッキーさんのお客さん全然もう本当に全然違うのあれですけど、なんて言えばいいのなんて言えばいいの、まあ、あの日は実はそのテープを用意したんですよ。そうですよね、はい、はい。そのテープっていうのが、うん、亡くなった人を、うん、いた子を通して下ろすっていう、うん、でそれっていうのが亡くなった人の声を聞きたいっていうのももちろんなんですけど、恨み節みたいな、はいはいはい、はい、相手にいろいろ文句言いたいからわざわざいた子捕まえて、はいはい、でそれで下ろして悪く言うっていうのの一部始終、昭和50年代のものが全部吹き込まれたもので、取材をしていく中で実際にその音源を聞いて体調を壊すっていうそのいた子さんがいたりしたんですよ、うん、実際に。だからその時点でもう配慮しとけばよかったんですけど、人に聞かす時に一旦ちょっと注意を入れるとか、かなり強めのね、うん、はいはい、あの時って結構弱かったような気がするんですよ。そうですね、まあ、どういうことかと言いますと、うん、そのね、まあ、いわゆる呪いのテープみたいなものですよね。そうそうです、事物ですか、はい、それを特別に会場で出していただけたわけですけども、耐性がない方もね、もちろんそれに苦手な方もいらっしゃいますから、うん、そういう方がちょっと気分をね悪くしてしまうみたいなことがあったわけです。もちろんその後もですね、うちのスタッフがついて介護させていただいたりとか、1週間経過を見て特にその後も悪化するようなこともなかったので、今こう堂々と動画を回してるんですけども、それぐらいですね、やっぱりその呪いの力っていうのは実在するんだなって、多分会長に対してみんなが目の当たりにしたんじゃないですかね。それはですね、あくまで YouTube で流せないということをですね、歌ってるイベントですから、まあ、ある程度はそういう風なものもあるんだ、確かにこれ YouTube じゃ聞けないよねっていう、なんだろうな、希少価値みたいなのもありますから、受け入れてくださった方も多いと思うんですけども、すごい本人が、ね、気にしていまして、珍しくあんま気にしない方なんですけども、夜中までね、そう奥さんに怒られていて、大丈夫ですかって LINE をしたら、今ちょうど怒られ終えてゆっくりしていたところですっていう、はい、反省しているのかどうか分かんないめちゃくちゃ可愛いんですけども、お恥ずかしい。で僕思ったんですよ、あの時に沖縄でお守りみたいな、そのサンっていうものを、うん、
掲げているって、まあ、安くんから習って安くんのその車にもこう吊り下げられてたんですね、はい、だから今回の入社者特典に3のねイラストのステッカーを配ってたんですよ。だそういうのも一つ心の持ちようじゃないですけど、最低限そうやって守っていただいているのもご加護もあったんじゃないかなって個人的にはちょっと思っているんですよね。そしてもすごかったな、あの時の異様な空気ね。いや本当に僕はその時裏方にいたので、うん、結構会場でそういう風になってるよって聞いて大変だなって思って、うん、でね皆さんもちょっとねあのイベント来られてない方は実感わからないでしょ、どんな感じか異様な感じか。これね小安さんなんて本来動画出さないんですけど、一部始終だけちょっと今回特別に出します。どんな感じかをこちらです。じゃあちょっと僕も話させてもらうんですけれども、北海道のイベントやった時にある差し入れが入って、その差し入れっていうのがあのテープなんですよ。この時代にテープかよと思って、もう再生する機械買わなあかんしめんどくさいなと思ってるんですよ。だけれども手紙が入っていて、ふっと見てみるとそこにあの直筆で持って、このテープ再生すると勝手に巻き戻ったりとか勝手に停止されたりとか、あとは聞いているとどんどん具合が悪くなってきますみたいな、だからすいません林さん引き取ってくれませんかって言われて引き取るんですよ。流します。じゃあマイクで拾うってこと、かかってこいよ、はい、うん、というようにすごい空気の中、やっていたわけですけども、改めて振り返ってその呪いのテープどうですかね。これはもう封印したんですか、あれから。いや持ってきましたけど。え今あるんですか。えあんなことがあったんで、はい、事物としてちょっと持ち出さないのにもう木箱にてお札も貼ってるんですとか、なんかお寺に行ってちょっとこう納めてみましたとか、そっちじゃなくて、え、もう持ってきて、え、はい、今あるんですか。はい、どこえいや僕も人間ですから、はい、こういう機会をいただいた時に、はい、持っていこうかどうかって悩んだんですよ。え、普通は持っていくべきじゃないじゃないですか。普通の人は多分出さないんですよ、世の中に。絶対持っていくべきじゃないですよ。いやいやいや、誰に言ってるんですかそれ。でも、うん、まあ一応持ってきました。はいはい、はい、いやこれがそうです。実際もテープも今入ってます。なるほど。はい、この元々その言われの時、僕説明聞いた時に覚えてるのは、寄贈した人いわく、はい、勝手にテープが再生されたり巻き戻ったりみたいなこともありますよね。はい、そうですそうです。そんなこと普通にありえないじゃん。ありえないですね。ありえないことが今ここにも起こってるんですよ。なるほどね。そうだって再生しちゃいけないって言ってるのに、ここに来て今もうこの手がね、この再生ボタンにかかってるんですよ。これもうトットムジカと同じなんですよ、これも。マビスレッドのね。そう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 。多分これ押したら流れちゃうわけでしょ。そうそう、流れます。あとあの一番危ないところ頭出ししてるんで。ちゃんと編集されてた。一応はい、あの使いやすいように。興味ある方もいらっしゃって、どんなものかっていうのもになると思うんで、動画の最後にしよう。最後に本当に覚悟のある方だけ聞いてほしいです、これを。これも自己責任で聞いてほしいですよ。でもな、あの時のスタッフの慌てぶりが異常だったんですよ。まず僕イヤモニしてて、例えばその5分押しですとか、ちょっと巻き始めましたっていろんな指示をいただくんですけど、あの時だけはノイズがすごくて何言ってるか分かんなかったんですよ。早瀬さんのターンで大体ちょっと押してたものがオンタイムに乗ったんですよ、大体、はい、でその時にオンタイムに乗ったんで、早瀬さんね、言ってもすごい人気なんでたくさん話してもらいたかったんで、ちょっと押してもいいかって僕思いながら MC してたんですけど、ノイズが走っちゃって、それが復活したら、もうちょっと終わらせてくださいってそう言われて、具合が悪くなってる方が結構増えてきちゃったんで、ちょっと林さん終わらせてくださいって、できみたいな指示を初めてこうもらう。やめてくださいって言っても、テープめっちゃ流れ続けてますけどみたいな、しかもそれがやばいですってなんか渋々止めていただいて、そう続きもしようとしてたから、本当にやめさせてくださいってすっごい。であの時にヤス君もなんか後ろに霊が通ったとか、スミさんもなんか寒気がするって言ってたじゃないですか。あれ僕もあんまり不安を煽りたくなかったら言わなかったんですけど、僕もノイズの子走ってるし、頭も痛いし大変だったんですよ結構。僕霊感ないんですけど、僕でも結構感じたんで、マジで呼び寄せてるんじゃないかって思うテープでした。これはあの終わった後にもヤースーさんに、林さん自身体調を壊している時に絶対に聞かないでくださいねって言われました。入られちゃうんでって言われて、で実際どうだったんですか。僕はあれからも実はずっと聞いてるんですけど、いやいや
YOASOBI に聞く感覚で 2.4 億回回してますけど、アイドルみたいな。ずっと聞いてますね。でそれでちょっと鼻声になってますし。そうですね。実際あの後僕たち一緒に北海道のイベントの北高にも出てて、タックさんもね一緒に行ったんですけど、はい、3人とも体調崩してるんですよ。壊してます。僕もね、あのこれ見てください、こう冷えピタ貼ってる画像あるんですけど、ちょっとね微熱が出まして喉もまたやられて、絶対無茶して歌いすぎたんでちょっと喉が枯れちゃったのがあるんですけど、もちろん寒暖差とかも北海道あってね。それにしても3人ともが同時に体調崩すなんてあります？岸本も壊してますし。あ、そうなんすか。そうですそうです。え、やばくないですか。じゃあ元気なのは北海道でメロンめっちゃ食ってた安くなるんですか。遠山体調崩しましたからね。うん、あそこにいた演者のうち5人が6人安くん以外全員体調崩したんですよね。いや、それぐらい近くにあるだけでやばい。なんで持ってくる。いや、よければよろしければよろしければと思って。これはカセットテープのデッキ自体は早瀬さんの私物ですよね。そうです、僕これ、はい、購入したもので、中のテープが、だからこれ見せたことないですけど、はい、あ、いっか、年代も書いてます。うわ、昭和56年2月9日という。これは見せない方がいいですもんね。はい、でその方が依頼した方ですね。なるほど。こわー、はい、久しぶりに僕テープ持ったけど。そうです、俺持っちゃって大丈夫だと思う。一応これもあんま見したことないですけど、テープの内容のメモもあります。昭和50年代にメモされたものです。これですね。昭和50年代って言ったら僕の生まれている年代ですよ。うわ、読むだけでは気重くなってくるもんな。そうなんですよね。5月気をつけよとか書いてます。そうなんですよ。こういうのってカセットデッキは私物であり、そのカセット自体にもそれがもう事物としてなんか念がこもってるんだと思うんですよね、はい、だからそういうのって音声としてまあ出るわけじゃないですか。あの時は ZEP のスピーカーで出ましたけども、はい、今都市伝説界隈で言われてるのはボーントゥースカルってわかりますか。あ、わかりますよ。遠隔でその人の脳みそとか骨に振動を与えて声を届けるっていう方法がまああるんですけども、それはあのウィキペディアとか載ってるんで、何も、まあ、都市伝説でも何でもないです。これは科学的に実際あるものなんで、よくその耳が不自由な方にその骨をね振動させて声を届けるみたいなものも今あるじゃないですか。あれは遠隔版で、言ったら音っていうのも振動周波数なので、結局遠隔でも送れるんですって、その振動を送れたら。なので中国で例えば嫌がらせの一環として今こう2人並んでますけど、僕にだけ声を届けるとか、そうずっと呪いみたいな言葉を届けると。そしたら僕は、え、なんか嫌な声しないって言っても、え、なんか聞こえないよって周りは自分が悪いっていうか頭おかしい人みたいな思うんですけど、ずっと僕に届いてるっていうことになるんですよね。だから例えば村の中でちょっとルールを破ったものとか従わないものに対して集団でそのボーントゥースカルを浴びせて追い出すとか。すごい。であと洗脳っていうのもすごい言葉で、するわけじゃないですか。誰々さんはかっこいい、誰々さんは素敵っていうずっとずっと言い続けたらその人好きになってくるみたいな。確かに。だからそういうように遠隔で今は洗脳するっていうことをしてるらしいんで、どっかに閉じ込めてヘッドホンでガンガン聞かせるとか映像見させるじゃなくて、24時間ずっと頭の中に神からのお告げかなと思うような、知らなかったらだってそう思うと思うんだよね。ずっと自分にしか聞こえない声が届けられるっていう都市伝説があるんですけど、まあ、そうやってなんか国民をちょっとずつなんか洗脳していくみたいなねことをやってる国がまああるらしいんです。じゃあ今みたいな声で届けるような呪物に関しても、バーって自分の頭にしか聞こえない声が突然鳴り響いたら発狂するよね。うーん、これはだって好きなアーティストにも20時間かかったらちょっと鬱陶しいのに、よくわかんないなんかお経とかでしてね、それは確かにみたいな声がずっと鳴り響いてしまったらもう頭おかしくなっちゃうから、そういう犯罪みたいなことも今後起こってくるんじゃないかなと思うんで、ボーントゥースカル皆さん興味ある方調べてみてください。そしてそういうのを知っとけば対策もできたりとか相談することもできるんで、決して自分の頭がおかしくなったとかそういうふうに思わないで対応してほしいんですが、今回のねその呪いの声っていうものですから、そういうこともありえるんじゃないかなと思って注意喚起しました。まあじゃあ最後にちょっと呪いのテープ聞いてみます。本当にかけるんですか。ここは自己責任お願いします。皆さん今のうちに高評価だけ押しといていい。チャンネル登録、あと早瀬さんの方のチャンネルもちゃんと登録はしといてください。誰がするんですか。自分で分かってますよ、めちゃくちゃやってるって。それ分かってやってるから。ちなみにやばいところから頭出ししてるって言いましたけど、はい、会場で流れたのは結構前半のなんか、あそこは何でもないとこなんですよ。
へえ。だってあの時はね、ちょっと冗談半分にまだ A メロですよみたいな。そうそう、サビまで行ってませんみたいな。サビ来てないんですよ。これサビからってことですか？サビちょい前ぐらいからちょっと盛り上げ、 B メロの終わりの盛り上がってるから。はい、全然実はあそこってまだまだのところで、こっからですね、恨み節のところがあるんですけど、それもちょっと後なんです。そこは絶対に聞かすなって言われてるんで。あ、じゃあそこはじゃあね、さすがにね、それはその例とかそういうんじゃなくって、固有名詞がたくさん入っちゃってるので あんまり良くないよっていうので、じゃあ流します。はい、お願いします。これはあのイタコの人が下ろして質問を受けて返しているところですね。はいはい。男子がないから、うん、いつも痩せて骨と皮ばかりになって、そのしずさんって方がね、うん、もう聞こえよ、はい、作ってあげなさい、はい、そしたら2代前のしずっていう人がね、お侍しずね、二十歳で死んだ子をね、それからあの吉代はどうしてるだろう、私の子供ね、母ちゃんに世話になった子死んだのが、成仏してるだろうか、成仏してる、成功やめてね、変わらんっても変わらん、ああ、そう、こうしてね、はね、恐れ山っていうところに行ってるから、そこへ、年に一度はね、5月からお祭りが帰ってから会われるよ。ああ、そう。あ、母ちゃんと一緒に暮らしてるんじゃないんだね。暮らしてはね、いるけれど、その魂が、みんな、お取り去り。ああ、そう、はーい今おかしい、まあ、急にショータイム感出しましたけどじゃーんじゃないんですよ。いや、ミャンもでもすごいヘラヘラ笑って聞いたけど大丈夫？いやー、すごい怖かったですね。もうヘラヘラ笑って聞きましたけど、怖すぎて笑っちゃった。怖すぎて笑っちゃいました。確かになんか不気味よね。確かになんか、恨みつらみが乗ってるんだよな、言葉に。それが分かる。わざわざいた子を使ってっていうのが怖いですよね。そう、いや怖いわ。ゾワゾワするもんな、今もな。はい、大丈夫かな、なんか今日も変な声とか乗ってへんかな。本当やめてください、それ。この前やすくんが来てくる時もなんか声乗ってたんだよね。そうらしいです、はい、そうなんですよ。やすくん来るたびに変な声入って、それが入るたびにはやともさん呼んでなんか見てもらって、もう繰り返してるチャンネルなんですよ今これなんかいよいよわざとやってんじゃんって思われそうだけど、ほんまに何のやらせもなくやってる。すごい、永久期間で動画撮ってるで、たまにこういうボーナスみたいな、ボーナスログインボーナスボーナスです、皆さん自動しないでください、ボーナスを。でもそのなんか呪いの言葉でもね、別にその直接あなた皆さんにかけられてるものじゃないですし、はい、違います。自分の気の持ちでちゃんと跳ね返せれるものなんで、ちゃんとそういうものもあるんだとね、あくまでエンタメに一つ捉えていただけたら嬉しいかなというふうに思っております、はい、ただですね、肥やさないとはですね、今後も僕は続けていきたいイベントだと思っておりますし、林さんにもぜひまたイベントにも今後継続的に出ていただきたいと。懲りないですね懲りないです本当に早瀬ファン多いんですよ。そうですか。うちのスタッフもみんな都市ボーイズの話、でも DM ですごい来ましたよ、小ヤッキーさんに迷惑をかけないでくださいって来ましたよ、何件か。小ヤッキーさんがすごく大事にしているイベントなんで、迷惑をかけないでくださいねって来ましたよ、うん、綺麗なお姉ちゃんから
来ましたよ。すいませんって返しました。ちゃんと大丈夫ですよ。謝罪しました。はい、元気なんで。ちなみに僕の友達写真 OK の時間もあったじゃないですか。はい、早瀬さんの喋ってるタイミングの時に写真撮ったんですって。はい、どえらいものが撮れてしまった。ちょっと最後ちょっとお見せしますね。はい、これやばいんですよね。ちょっとまず上の方だけ見せると、これ普通にモニターに映った早瀬さん、はい、で早瀬さんがこう喋ってるんですけど、下見てください。え、何しょこれ。これちょうどお客さんの位置だけモノクロになって、もう逆さまになって、もう言ったら死んでしまったみたいな変な感じのね、表現がされちゃってるんですよ。これ何ですか。普通に iPhone のカメラで撮って加工も何もしないんで、ありえないです。ここだけこんな真っ逆さまで色抜けちゃう。しわる。しかもこれ早瀬さんの喋ってるタイミングだけこうなったんですよ。すいませんたまたまだと思いますけども、ちょっと怖いですよねこれは。これね、使っていいよって許可をいただいてるのっけたんですけど、こういうこと起こるんですよ。なんか電子機器にまで異常をきたしてするし、あるということなんで、皆さん大丈夫ですか。ちゃんとね、僕も習いましたけども、お塩をねペロッと舐めるだけでもいいそうですし、僕も結構ねこう怖い系のイベント出た時には塩をバサー入れた風呂に浸かるんで、試してみてください。そういうね、怖くなっちゃった人はね、僕も基本的に怖いのね苦手なんで、もう北コアのイベントでもね、吉田裕貴さんの話ちょっとねもうなんかずっと耳塞ぎたかったもんねなんで都市伝説のイベントっつってんのか、怪談話すなよと思って怖くてもうということで、あやさんは、直近のイベントで何か告知などありますか。都市伝説展という、はい、あーやってますね、はいはい、北千住の丸井でイベントやっておりまして、それが8月の10何日かぐらいまでやってるので、はい、で1970年代から2020年代までのオカルトを取り扱っているので、はい、皆さん興味なくってもどこかに刺さるんじゃないかなっていうような、はい、イベントです。ぜひぜひご来場いただければ嬉しいです。はい、僕も行きます。ぜひ行ってください。はい、そして本日のゲストとしてはやさんでした。はい、ありがとうございます。はい、概要欄にこちらも貼ってますので、ぜひフォローしに行ってくださいませ。また懲りずにちょっとイベント出てください。いや、もうぜひぜひお願いします。はい、偉いわとんねん懲りずにって面白いなって今のはい、懲りずに出ますね。もう本当の懲りずになって思って、はい、そう、僕のイベントはもちろん内容も大事にしてるし来てくださる方もめっちゃ大事にしてますけど、僕普段大事に思っている都市伝説 YouTuber さんと一緒に楽しむことも目的の一つなんで、楽しみにしてます。はい、うん、お待ちしてます。ありがとうございます。ここでのやり取り変な。ということで、バイ。